ファミリースキーはバンダイナムコゲームスナムコレーベルから発売された Wii 用スキーゲームのシリーズ最新作は2008年11月13日に発売されたファミリースキーワールドスキースノーボードで本校ではそちらも合わせて解説する Wii でバンダイナムコゲームスが展開しているスポーツ YY シリーズの1シリーズ2008年12月13日に1作目ファミリースキーの 全世界累計販売本数が100万本を突破したことが発表されている。これは2008年度におけるバンダイナムコゲームスのセールス実績の総合2位となった。広告では、任天堂が CM などで宣伝協力を行っていた。ファミリースキーは、Wii リモコンとヌンチャクをストックに見立てた体感スキーゲームで、ハッピースキーリゾートという架空のスキー場を舞台にしている。 サードパーティーソフトとしては初めてバランスウィーボードにオプション対応している。バランスウィーボード仕様の場合、体重をかけた方向に旋回するが、ウィーボードを前後逆に置くことで、旋回方向が逆になる。ゲーム中では、スキー場の BGM として、松藤や弓の計算曲が使用されている。映画、銀色のシーズンの主人公と、ヒロインがポリゴンキャラクターとしてゲスト出演している。また、 ミーにも対応している。同じバンダイナムコゲームスのソフトである、他作品シリーズの固有名詞等が登場している。ファンサービスがあり、いかにそのいくつかを記す。ファミリースキーワールドスキースノーボードは、2008年11月13日にバンダイナムコゲームスナムコレーベルから発売された、w ー用スキースノーボードゲーム、新たにスノーボードでのプレイを追加したほか、 海外風のジャンボリースノーリゾート、ヘリコプターで山頂に移動するマウントアングリオという2つのゲレンデが舞台となっており、ハーフパイプやジャンプ台などトリック用のスノーパークも設置されている。また、最大3人までの CPU とバリを組むことが可能で、クレバスなどの穴が存在するなど、様々な点で再現度及び自由度が上がっている。スノーボードではバランスウィーボードに対応しており、 使用する場合は、Wii Fit のバランススの棒と同様に、バランス Wii ボードを TV に対して横向きに設置する。また、バンダイナムコ版、ニンテンドー版の CM どもに、Wii のサウンドロゴを使用している、みんなのおすすめセレクションに選出され、2010年2月25日に、廉価版が発売された、ABCDE、バンダイナムコ、Wii。 ファミリースキー全世界での販売本数100万本を達成。インプレスウォッチ2011年10月20日閲覧。バンダイナムコ2009年3月期決算説明会。補足資料。株式会社バンダイナムコゲームス。2011年10月20日閲覧。開発スタッフが松藤屋本人と交渉して実現した。ありがとうございます。